銀と今回の聞きどころはゆかちゃんブンブン快適しほりんたいたいたい祭りそんなこんなで始まります。始まりました。はい、元気よく始めてみましたが、から元気、早く涼しくならないかな、そんなことばかり考えている今日この頃、はい、ということで行きたいと思います。ゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと。どんな時に夏の終わりを感じる？もう終わることを考えようかと。はい、まあ、そう、秋のアレルギーがまあまああって、目が痒くなったり鼻がムズムズするようになったら、ああもう秋だなって思います。実はもうちょっと前から目が痒くなり始めてるので、暑いけどもしかしたら終わるのかななんて勝手に思ってます。そう思わないとやってらんないね。はい確かにね。さとみんは？私もちょっと体感は体感なんですけど、やっぱり涼しくなったらですかね。暑い日が続いてると暦上では秋かなっていう時でも、暑いともまだ夏終わってないみたいな感じなんで、涼しい日が続いてきたら、うん、夏終わったなって思っちゃいますね。9月に入っても暑い時あるもんね。私庭は秋味のビールを見かけるとね、ああ終わるんだなって思ってたんだけど、年々売り場に登場するのが早くなってる。はい、うん、だからそれでは夏の終わりを感じられなくなってきた。はい、でいろいろ思いを巡らせてたどり着いたのが、カツオくんの夏休みの宿題終わってないよ問題。あれを見ると、あー夏が終わるなって感じる。なるほどね。その年によってはその話が出ない時もあるんだけど、はい、今年はあるないって考えるだけで、うん、あー終わるなって感じる。そうですね、わかりやす。ネット検索したら、カツオ夏まで打ったら休み宿題って出てきた。あ、私と同じようにカツオくんに夏の終わりを感じてる人多いのかもって嬉しくなっちゃいました。では今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。このコーナーは私にわが大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい、では今回のトピックス紹介します。1、叱られたい。2、離れたい。3、確かめたい。この3本立てです。はい、タイタイシリーズ。うん、大体祭りです。なるほど。では行きます。1、叱られたい。こちらは月曜夜11時6分テレビ東京、やわおとかたこ3人とも大好きな三浦翔平くんのドラマです。おお。あらすじは、恋愛経験ゼロ、女性として自信が持てない藤子、そんな藤子が合コンで出会ったのは理想的なハイスペック男子の小柳。しかし実は小柳は毒舌で世話焼きのお姉だった。藤子をモテ女に変身させるべく小柳のプロデュース計画がスタートする。厳しくも
愛ある小柳の指導で藤子は変わることができるのかといった内容です。はい、三浦翔平くんが演じるのがイケメンのお姉です。はい、似合うよねイケメンの三浦翔平くんが楽しめて、はい、さらにお姉でコミカルな三浦翔平くんも楽しめる。はい、イケメンお姉が迷える女にこの夏活を入れてくれます。はい、ということで私も叱られたいあー、わかるような気がする藤子を演じるのは松井玲奈ちゃん。大人のリハビリ恋愛コメディだそうです。この夏気軽に楽しめそうです。私も活を入れてほしい。特に恋愛に迷ってはいませんが毎週楽しみに見たいと思います。はい、そして三浦翔平くんといえばここで言っておきたいことがあります。はい、こないだまでやってたホスト相続しちゃいました。それね私の言いたいことをゆかちゃんには伝わった。おそらく同じ気持ちかとまた振られちゃったね。本当に、なんで？私だったら直樹、三浦翔平くんを選びます。松尾もです、まあ、迷う余地ないかな若いナンバーワンホスト、マサト、八木雄星くんも確かにかっこいいけど、はい、ほんと頼りがいがあって優しく包んでくれるよ。はい、なぜ？ね、うん、私生活が幸せすぎるからかな。そういうこと？私生活絡んじゃう私生活幸せだからいいじゃんって遠慮なくオファーできる。いやそういうこと、いやだよ、違うよ違うよ、ドラマはドラマの世界なんだもん、幸せにして。あんなに私生活幸せそうだとドラマはいいじゃんって声かけやすいかも。まあまあまあ反対ですからね、だから、うん、まあまあ、うん、けどドラマで幸せになる三浦翔平くんみたいよね。はい、すっきりとした、本当に、あ、幸せに終わったっていう、中途半端じゃなく、うん、すっきりと幸せに終わってほしい、うん、今回のドラマは内容的に無理だとは思うんだけど、公式サイトの予告映像を見たら、行きつけのお店なのかな、2丁目のバーのママに、やだ、あの子に本気になっちゃったのって言われてたの。うん、だからもしかして指導してるつもりかってことはないか。だってお姉だもんね。わからないですよ。それはお姉同士の会話ってことですね。うん、いや、のぞみ薄かな、設定が設定だけにね。いや、あるかもしれないのぞみ捨てないじゃあその辺も注目しながら見たいと思います。はい、では次に離れたい、こちらは水曜夜10時フジテレビバラカモン、うん、あらすじは挫折した天才二世書道家半田清舟、都会育ちの清舟が父の命で長崎県の五島列島で一人暮らしをすることに。島の人たちとの交流を通じて書道家として、そして人として成長し元気を取り戻していくハートフル島コメディーといった内容です。はい、主人公半田清舟を演じるのは杉野遥亮くん。私こういった成長もののドラマもともと好きなんだけど、はい、最初は嫌なやつにしか見えなかった青春がだんだん憎めないやつになってきて、杉のマジックにハマってる。ストーリーにハマってるのはもちろんなんだけど、それ以上にハマってるのが五島列島の綺麗な景色。うん、ゆかちゃん見てる？見てます。やった。日常のシーンの時ももちろん綺麗なんだけど、1話にワンシーンぐらい、もうこれこのまま絵はがきにしちゃえばいいじゃんっていう絶景が出てくる。はい、海に浮かぶ島ね。ねー、
見てると私も東京から離れたい、はい、行きたい、はい、暮らしたい暮らすまで行ったか1ヶ月ぐらい、うん、ちょっと旅行っていうんじゃなくって子供の時みたいな長い夏休みが欲しい、うん、1ヶ月は無理かもしれないけど2週間ぐらいロングステイしたい、はい、現実からちょっと離れたい、はい、そう思いながら見てます。はい、ほんわかしてていいよね。うん、いいですね。コミュニケーションというかコミュニティというかね、そのやり取りとか、うん、見ててもあ楽しいなって、うん、時にはそんなに必死にせかせか頑張らないでゆっくり進んだっていいじゃんって。はい、まあまさにあ心を取り戻せそうだなって感じですよね、うんうん、おすすめです。はい、では最後いきます。3、確かめたい。こちらは10月スタート金曜深夜0時12分テレビ東京昨日何食べたシーズン2、うん、はい、料理上手で几帳面で倹約家の四郎さんと人当たりのいい美容師のケンジ2人が帰ってきます。はい、ドラマシーズン1、映画もやってるのであらすじは紹介しなくても大丈夫だよね。はい、その後の2人がどんな感じなのかどうなったのか確かめたい。映画の紹介をした時に話したと思うんだけど、映画の最後の方でケンジがすんごいことになってたの、うん、そのすんごいことがその後どうなったのか特に確かめたい。すんごいことがすんごい気になりますね二人の関係性からすれば大したことじゃないんだけど、はい、そっかそうきたか、へーって、そんな引くほど個人的にすっごいびっくりした。映画見てないんだね。見てないです。すっごい気になる。そこだけであ映画見ようかなって思いました見て見て、見たらわかります。すんごいこと、あこのことを言ってたんだっていうのは映画見たら絶対わかります、うん、すぐわかる。ラストのちょっと手前ぐらいシロさんもおってびっくりしてた。あほんほん見ようかな、うん、そこ以外にも笑えてほっこりしてジーンとしてお話としても素敵、うん、でね、うん、映画 Amazon プライムでこの間までレンタルだったの、はい、でも今日調べたら、はい、レンタル期間終わってた。やった会員のゆかちゃんは無料で見れるのでぜひ、はい、見ていただきたい。わかりました。それにきっと10月にドラマがスタートする前に、うん、テレビでやってくれるんじゃないかなって。そうですね、ということもあって今日取り上げてみました。はい、皆さんしっかりチェックして映画を見てシーズン2に備えましょう。はい、すんごいことをちょっとハードル上げすぎたかな、ま、かなり気になりますよ。だって個人的には衝撃だったんだもん。まあそこを除いても絶対いい映画なので見てみてください。はい、ではここまでにしたいと思います。以上、ドラマ大好きのコーナーでした。キンちゃんです。ゆかちゃんね、毎日ガリガリ君を食べてるんだ。まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。はい、ガリガリ君。ガリガリ君。まあ、食べ始めたきっかけっていうのが、暑い時にかき氷を食べると、うんすごく涼しくなるなっていうのは前から感じてたんですよね、うん、涼しいどころかすごい冷えちゃいますって。アイスクリームではないかき氷を食べると、うん、もう体が芯から冷える。なので気軽に食べられる、うん、ガリガリ君だとあれかき氷っぽいんで体も冷えるしいいじゃんって思って食べたら、うん、なんと、うん、当たっちゃったんですよガリガリ君が、うん、味を占めた松尾はですね、そこから毎日ガリガリ君を食べるようになりました涼む目的だったはずなのになんか楽しくなっちゃってどれだけ当たるのかなって思って、うん、今食べ始めて10日ぐらいしか経ってないんですけど、うん、毎日1本ずつ食べて、まだ1本だけです。
一番最初に食べたガリガリ君で当たりを出して策略の方にハマってしまったなって新しい味を食べてハマったんじゃなくて、はい、当たるか当たんないかにハマった、そちらです。確かにね、涼しくなるんですよね、食べると、うん、あの絶対頭キーンってなりますし、もう絶対ガリガリ君3口目か4口目ぐらいで松尾はキーンってなるんですけど、その1回キーンをやったらもうキーンはならないんで、だから3口目4口目ぐらいまでが辛抱っていうところですかね。そんなにキーンとする？すっごいなるんです、キーンって。もう目の中まで痛いっていうぐらいキーンってなります。けどそれを過ぎたらもう大丈夫なので、うん、もちろん食べ終わった後涼しくなりますよ。けれどあの棒に何も書いてない時の今日もダメだったかっていうね寂しさ。ちっちゃい頃当たりのあるアイスを食べる時、当たりが書いてある部分を最後まで残して食べたりしなかった？わかります。わかるよね。わかるわかるわかる、こうもったいぶっちゃうみたいなね。わかる。懐かしいね。そう、上からこうちょびちょび食べて、うん、影が見えるかなとかね。横の方下の方を先に食べて、そうそう、そういうのをやりながら。共感してもらえて嬉しい。本当当たるとか思ってなかったし、ガリガリ君に当たりつきっていう認識ももうなかったんですよ、うん、忘れてたので、忘れてたところに、うん、え、文字が書いてある、え、何これって思ったら当たりだったので、でも当たりをね交換庫なんかしづらくって、うん、なんでなんとなく、まあお買い物いろんなもの買ったついでに交換庫すればいいんでしょうけど、うん、なんだろうな、大人が喜んで交換庫するのってなんかためらいがあって、まだちゃんとガリガリ君の袋の後ろに棒は洗って、うん、乾かしてラップに包んで持ってきてくださいって書いてあったので、そうラップに包んでって書いてあるんですよ。なのでラップに包んで置いているんですけど、うん、交換に行くのかなって思いながら。でも毎日のチャレンジは続くんだね。はい、この夏に1ヶ月やったけど1本だった。やった。8月中に何本当てるか。ゆかちゃんの夏の自由研究結果報告楽しみにしてます。はい、それでは何でもコーナー行きたいと思います。はい、さて今日の何でもコーナーは、うん、何度か話題に出してるかと思うんですけど、うん、ハンディ扇風機、このお話をしたいと思います。はい、松尾今年もハンディ扇風機を買いまして、というのも今までは初期に出たようなね丸い、うん、まあ普通に持ち手がある扇風機だったんですけど、首から下げるやつをお店で見かけて、うん、お、これはいいね、丸い形じゃなくって四角い子供用のちっちゃいお弁当箱サイズくらいの大きさで、うん、首から下げれて四角くって、うん、ちょっと見た感じも可愛かったのでそれを買いました。お、置く場所がやっぱりない時に、でまた手も塞ぎたくない時に首にかけられると楽だなって思って、うん、まあ、選んで買ったんですけど、最初は重たいんじゃないかな、肩こるんじゃないかなって。そこ気になる。それが意外と平気、うん、マジで。はい、そう、松尾が使ってるのは持った感じはそこまで軽いとは思わなかったんですけど、うん、でも下げるとそこまで重さは感じなくって、うん、1時間ぐらい下げてられます。へー、モーターが回ってる分ちょっと浮くみたいな感じなのかなって勝手にね。わかんないけれど。いや、負荷の問題で重みがただグッて下がるんじゃなく、こう回ってファンが回ってるから、だから下に下がらないんじゃないかなって思ったけど。そんな笑う。いや、松尾の勝手なイメージ、多分回ってることによってずしんと、うん、沈み込まないのかなって思ったんですけど、そう、すごい下に引っ張られるかなと思ったんですけど、そんな下に引っ張られることなく、ただ作業するときに前かがみとかになるとやっぱりブラーンってなるので危ないなって感じなんですけど、一応後ろにクリップみたいに挟めるところがついてるので、ポケットとかに入れておいて首から下げずにね、ポケットの隙間から上がってくる風でもまあまあ十分いけるかなっていったところです。下げるタイプなので吹き出し口が上から
出てくるので、うん、ポケットに入れてても平気で、今まで持ってた丸いやつは正面から来るので塞いでしまうともどうしようもなかったので、上が空いてるタイプだからポケットに入れても使える、なかなかの優れもので、そのハンディ扇風機を見た時に、もう今やほんとすっごいいろいろ売ってる、あるある、首から下げるタイプもそうなんだけど、首から下げるけれど丸いタイプのやつ、え、これどうなってんのと思ったら、カチッって向きを変えて扇風機の丸いところを上に、天井に向けれることによって涼しくなることもできるし、そのタイプのやつはもう置いて使うこともスタンドみたいな形でできたりだとか、あとはなんかスタンドとかそういうのもできるけれど、首からヘッドホンみたいな感じでかけて、ね、こう扇風機来るのもあれば、あとは冷却プレート、冷たくなるね、そういうプレートが扇風機のとこについてて、扇風機を回すとその冷却プレートのおかげで冷風が出てくるとか、そんなのもあるんだ。値段もピンキリなんですけれど、2000円前後ぐらいでまあまあいろんな種類のがあるなって思いました。あと日傘につけられるタイプの日傘、はい、のがあって、ワオと、そっか日傘の中もこんなのかと思いながら、で今欲しいのがクリップタイプで、正面になんかちょっとピッて挟むクリップというかがついてて、まあ、要は日傘タイプに似たような感じなんですよね、前にちょっと挟んで前から風が来るんだ、サイズがちっちゃいので、あ、これはどこででも使いやすいなっていうのがあったりして、なんか上から風が欲しい時にはクリップタイプだなとか、もう本当に見てると、あ、こっちもいい、あっちもいい、止まらないぐらい集めたいなって思うぐらいいろんな種類があって、本当色とかも本当ピンクとか水色とか、あとシックなねブラウンな感じのやつとか、もういろんなデザイン、いろんな色、いろんな種類があるので、見てるだけで楽しいし、でまたこの時期そろそろ夏物のセールとかになるので、 10% オフとか 20% オフとかちょっとね割引いてたりとかするんですよね、この時期なので、今が買い、来年暑くなってから買うよりも今買っといた方がお得なんだ。そうなんですよね、いろんな種類が出るだけ出たぐらいな感じで出てるので、今年買っても特に来年そこまで変わることはないんじゃないかなって思ったりします。で USB での充電が多いので、ちょっと軽いですよね、前より。電池とか使えるやつも、まあね、充電できなかった時とか便利だけど、やっぱり重さが出ちゃうので、USB タイプ、そして今や、何でしょう、しほり。ごめんなさい、今ググってました。あー、なんか息を飲むような声がけ、え、どうした、すごい猫ちゃんの可愛いのがあって、はい、ゆかちゃんおすすめの四角いタイプで上から風が出てくるので、猫の絵柄が可愛くて思わず声が出ちゃった。私見たな、猫耳、丸いやつのとこのファンのとこにこう猫耳がついてて、もうシルエット猫っていう感じの猫耳のは羽なし、中が空洞のやつで、空洞な分軽い、あ、どうなんでしょうね、実際空洞のは手に取ってないけれど、周りが重かったりするのかな、あ、そっかも、割としっかりしてますよね空洞のやつとかって、実際にやっぱり触って持っての方がいいのかなとは思いますけれど、でもまあ売り場をぜひ見てもらいたいなって思います。本当いろんなのがね置いてあるので、もう本当楽しい、試すだけで楽しい、あれじゃない、これじゃない、それじゃないと、シフォリン使ってますよね、ゆかちゃんと娘御さんにプレゼントしてもらった、はい、さとみんは、まあ、私本当安いやつは使ってるんですけど、もう本当にちょっと重い感じなんで、そう、いろいろあるんだったら軽いのもいいなってちょっと今思ってます。重さもいろいろ、サイズもいろいろ、値段もいろいろ、はい、でも、安いからって重いわけでもなかったりするので、いいものが意外とがっしり作られてるからか、ちょっと重量感じるなっていうのもあったりするし、だからもう用途に合わせて、コレクションのように増やしていくのも楽しいし、ね、見るだけでももちろん楽しいですし、なので今だよ買うならっていうのをねアピールしたくて、いろんな種類もう見てもらいたい、ぜひぜひ、ネットだけじゃなくってお店に行って実際に持ってみます、お楽しみあれ。でもまあね、楽しんでもらえたようで、猫があるとかね仕事とか早速言ってたので話聞けよ
ってね。ごめんなさい。いや。以上、松尾ゆかの何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。本当にだって最近それしかないよね。うん、本当。ではでは聞きたいと思います。さとみん、今日の2人のお話で気になったことある？はい、バラカモなんですけど、うん、私アニメを見てたんですよね。はい、そうなんです。で、そう、それを見てたから楽しみであったんですけど、まだちょっと見れてなくて、うん、ただそのボトルットの風景とかが綺麗って話を聞いたんで、この終わった後溜まったやつ見ようかなって思ってます。おはい、一応撮ってはいるので。アニメはアニメの時の綺麗さがあるけど、実写は実写でまた違う。でも私どっちも好き、うん、アニメはアニメで再現力がすごい、はい、実写は実写でその瞬間を捉えられたっていうのがすごい、うん、そうですね。あと杉野陽介さん、主人公の役にハマってるって評判だよ、うん、だからアニメと違うってがっかりしないと思う。お、よかった。丸物を着てのスタッフの人が作ってるっていうのもあってか、ほんわかした感じもおすすめです。はい、ありがとうございます。では番組からの告知、金ちゃん、銀くん、どんちゃん、お願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント、もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。じゃあもう一個さとみんに聞いちゃおっかな。はい、執行は見てる？見てます。はい、やっぱり織田裕二さんは最優先で見るんだね。はい。あとワンちゃんも好きなんで。見てますね。ストーリーも面白いよね。うんですね。見てないですね。織田裕二さんは織田裕二さんでやっぱりかっこいいんだけど、渋さが増してますます魅力的。うん、ちょっと可愛いですよね。犬に怯える織田裕二さんは予想通り可愛い。共感してもらえてよかった。ゆかちゃんもぜひ。はい、ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。